にちは。こんにちは。あやです。まゆこです。あやまゆチャンネルです。はい。今日はミラクルクルとタチピレートのたくさん回る方法を伝授していきたいと思います。ではまず前回のおさらいからどうぞ。うん、いい感じ。まずはミラクルクルのポイントから確認していきます。一つ目は上に引っ張られるようなイメージをすることです。立つとき斜めにならないように気をつけましょう。二つ目は足の裏を全部床につけないように立つことです。他にも大切なことはありますが、今回はタチピルエットと同じことが多いので省略します。次はタチピルエットのポイントを見ていきましょう。一つ目はピルエットをする前の軌道です。大きな円を描いて一周できるといいと思います。2つ目は手を最大まで伸ばしてからピルエットすることです。手から締めるのではなく脇を締めてピルエットすること、覚えていますか？はい、たくさん回れるようにこれからコツを伝授していきたいと思います。それではやっていこう。お待たせしました。ここからはたくさん回る方法についてやっていきたいと思います。まずはたくさん回っている人たちの動画を見ていきましょう。わあ、2人ともすごいよく回ってますね。うん、いい感じ、いい感じ。何か気づきましたか？はい、そうなんです。よく回るポイントは基本的なポイントと同じことなんです。え、それだけかよ、つまんなーって見るのやめないでください。ここから分かりやすく解説していきます。ミラクルクルは手を大きく広げて真上に立つことです。立つときにまっすぐ上に立たないと軸がぶれてしまって綺麗にピルエットができません。あとは普通のミラクルクルよりも足を強めについたり助走のスピードを速くしたりするといいかもしれません。でもこのときに力を入れすぎないように注意してください。立ちピルエットのときのポイントは軌道とタイミングです。皆さん、中途半端なタイミングでピルエットを始めていませんか？立った状態になってこうまっすぐ進んできてループを始めますよね。この時ここで締めるのがポイントです。こんなに長く回り込むの？と驚く人もいると思います。長く回り込んで最後にピルエットをすることでループの時に外側に振られる力が全部ピルエットに集められる気がします。回り込む途中でピルエットをすると軸がうまく取れなくてグラグラした経験ありませんか？そうならないためにしっかり回り込んでからピルエットをしましょう。慣れてくれば回り込むスピードを調節したり回り込む時の円の大きさも調節することができると思うので、ぜひ挑戦してみてください。あとこの人はすっごい体を倒す癖があるみたいですが、こんなに体は倒さなくてもいいと思います。できるだけ綺麗な姿勢でできるように心がけてみてください。あとは多分1000回ぐらい練習したらできるようになると思います。頑張ろう。はい、皆さんちゃんと見ましたか？たくさんすごいコツとかがあるので一個一個頭に入れながら毎回練習頑張ってみてください。頑張りましょう。この動画を見ていいと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではシュウペイですってやった。